久保さんまあ久保さんとの関係何なんでしょうねまあ久保さんも僕を見てるし僕は久保さんを見てきたしまあ僕が久保さんを見てる時間の方が長かったかなとは思いますけどねあの20時間ライブからあもっとまあねそのさっきからですけどまあでも僕も僕も久保さんがこんななるとは思わなかったし久保さんとねあのコメントをねちゃちゃ入れてた人とこんなやり取りをね何千回 まあも、もはや何万回何十万回になるんじゃないかなという勢いでね。まあ、しかも、このエホバの商人さんの動画からですよね。<laughs> うん、すごいですね。何かが <laughs>、何が何だかよくわかんないですけど。まあ、でも、あの、人それぞれいろんな人生あると思いますけど、人生は間違いなく変えられます。で、僕は変わってきた人全部間近で見てきてるんで。 うん、あなたは間近で見てないかもしれないけど、僕は見てきてるので、変えられると思います。で、僕自身も、そんなことを言ってる僕自身も変えてきたんで、この動画を見てるあなたより、僕は頭が悪いです。この動画を見てるあなたより、キモいです。この動画を見てるより、あなたより、アホです。この動画を見てるあなたより、漢字が書けないです。偏差値30の高校にも入れないって言われた男です。勉強全くできませんでした。ね。就職活動、 多分、この動画を見られてるあなたが就職活動、こんなこと言われたことないと思いますけど、あなた、君ね、まあこれ就職活動中本当に言われてましたからね、これずっと多分武勇伝で言い続けますけど、君、これよくこれ面接してるね、とかね、君ちょっとね、申し訳ないけど、バイトでもうち採用難しいよ、って言われたんですよ。あなた言われたことあります就職活動中。バイトでも採用難しいよ、と。よくこれで就職活動してるね、とかね。 言われたことあります面接官に。まあまあ言われないですね。<laughs> どれだけバカだったどれだけアホだったどれだけ社会不適合だったのかっていう話ですよね。でも、そんな社会不適合者がね、今はある一部の人ですけれども、ある人、ある一部の人に先生と呼ばれて、ある一部の人の人生がどんどん変わっていってます。久保さんもしっかりですけれども、うんこの前対談しましたね。 鷲津さんっていう方、うん、50、今1歳か。もう売り上げ奥ですよ。うん。まあ他にもね、あのー、いっぱいいますけど、いっぱいっつってもね、まあ、100人はまだいないかな。まあ対談、対談は50分ぐらい取ってなまあまあでも、いたかなと。まあこれから100人、200人、300人、20、あと60歳まで僕やってきますので、100人、200人、300人作れたらいいんじゃないかなと。 僕がきっかけで人生が変わったと。すごくないですかそんだけ排出できれば。<laughs> 十分ですね。うん。まあ、この活動僕は続けていきますけど。うん。まあ、言いたいのはね。あなたに、あなたもできるよと。ただそれだけです。ただ、ただし、ただし、あなたでもできるよと言われて、え私なんかできません。うん。できないでしょうね。あなたが決めたんだから、できないこと。言ってらっしゃい。